川崎フロンターレは日本の神奈川県川崎市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ1955年に富士通サッカー部として創部1997年に J リーグ巡回員に承認され1999年に J リーグへ加盟ホームスタジアムは中原区のとどろき陸上競技場練習場は アソ区クの川崎フロンターレアソーグラウンド。チーム名のフロンターレはイタリア語で、正面の前、飾りを意味し、常に最前線で挑戦し続けるフロンティアスピリッツ、正面から正々堂々と戦う姿勢を表しており、バリューの一つであるチャレンジは困難と常識に立ち向かうことを表している。エンブレムは川崎市の花つつじ、チームマスコットイルカ。 チームカラーをもとに世界に向けて開かれた活力と魅力ある臨海都市川崎をシンボライズしたマークである。1955年に創部された富士通サッカー部が前身であり、1972年に日本サッカーリーグへ昇格、1992年からジャパンフットボールリーグへ参加。百九十六年に富士通川崎フットボールクラブへ改称し、 11月21日に運営会社となる富士通川崎スポーツマネジメント株式会社を設立。1997年に J リーグ巡回員となり、名称が公募によって川崎フロンターレと決定された。1997年川崎フロンターレ、試合風景 J リーグ昇格条件の2位以内を目指すため、オバマ政治が事実上の責任者となる常務に就任。 監督を、富士通社員の上福博氏からプロ契約の斎藤、和夫へと交代し、選手では、名古屋の中西哲夫、平塚のベッチーニョ、横浜 F の桂秀樹、清水の向島立、横浜 M の小泉敦等を獲得。ブラジルのグレミオとの業務提携も発表した。現在のチームカラーが、水色と黒なのは、グレミオのチームカラーを模した名残である。 最終成績は3位となり、勝ち点1差で J リーグ昇格を逃した。1998年ベッドが監督に就任。鹿島から鬼木徹が加わり、バルディネーやツートなどのブラジル人 FW が活躍した。前年は、キリコ学園高校からの新入団直後に、グレミオにサッカー留学していたサハラ・ヒデキも試合に出場し、社員選手でも、 河本正秀役の友昭がレギュラーでプレーした。準優勝となったが、J1 参入決定戦1回戦の福岡戦で、V ゴール負けを喫し、J リーグディビジョン2への参入が決まった。ベッド体制2年目。元日本代表の岩本照夫を獲得して同時に、首相に据えた。リーグ戦は、開幕3連敗でスタートし、第5節のバンフォーレ甲府戦に勝利した後、 ベッドを監督から解任。J リーグカップ1回戦の G 大阪戦を挟み、第6節、4月18日の札幌戦から松本、行く鬼監督が交代した。久々のクラブチーム監督となった松本に対して、反発した岩本はやがてチーム構想から外されたが、岩本に代わって首相に就任した中西の清や柏から途中加入した DF。 森川拓などが守備を安定させ、攻撃面では、ブラジル人のティンガが活躍した。松本就任後のチームは、順調に勝ち点を伸ばし、7月30日、第19節の大宮戦に勝利して首位に立ち、11月5日の突戦に勝利し、J1 昇格条件の J2 の任意内が確定。11月8日に J2 優勝も決めた。 前年の J1 参入戦に続く、この年の戦いは中西が自身のホームページで日記として書き続け、シーズン終了後に魂の叫び J2 世戦記として出版された。この年の開幕戦にチーム初のマスコットとしてフロン、ふとしを発表。5月には練習場が東京都稲城市の富士通南多摩工場敷地内の富士通南多摩グラウンドから、 川崎市浅尾区片平にある麻生グラウンドに移転市内全体での広報活動を強化し、川崎市も市民講演会を発足させた。松本が監督を退いて社長となり、公認としてヘッドコーチの絶賀が監督に就任。鹿島から奥の両右、鈴木孝之、マジーニよ、鬼トールなどを獲得。パラグアイ代表 MF、アルバレンが、 元日本代表 FW、森山康幸等が加入した。シーズン途中にヘッドコーチの今井俊明が公認の監督に就任。第15節の C 大阪戦では、ガナ・ハカズキの得点と、浦田直樹が延長 V ゴールを決め、2から1で勝利して、C 大阪の優勝を阻止した、ファーストステージは16チーム中15位で終えた。シーズン2度目の監督交代で、 小林博士が就任した。ナビスコハイ決勝では、鹿島に敗れて、準優勝。リーグは、J2 降格が決定した。シーズン後には、監督、小林のほかゼネラルアドバイザー、杉本、社長、松本、副社長、オバマ、奥野両右、中西などがクラブを対談した。2001年、堀井美春を監督、ピッタをコーチに迎え、前年に、 サンパウロ f c から札幌へ、レンタル移籍していたエメルソンを完全移籍により、獲得した。7月14日の第20節、甲府戦に引き分けた時点で8位。堀尾監督から解任し、石崎信弘を新監督に迎えた。新人 DF の伊藤博樹は出場停止の最終節を除く43試合に出場した。シーズンは7位。第81回天皇杯は、 ベスト4。クラブ体制自体も一新され、富士通サッカー部のマネージャーや日本サッカーリーグの運営委員、富士通本社の部長などを務めてきた武田信平が前年12月から社長に、強化本部長に、元富士通サッカー部監督の吹見水を、強化部長に、同サッカー部の元選手である、庄司春雄が就任し、福田と翔子が、強化責任者となった。運営面では、 地域社会との関係強化が図られ、運営会社の称号が、株式会社川崎フロンターレへ変更され、川崎市や他企業、及びサポーター持ち株会などからの資本を受け入れた。また、クラブによる、従来のファンクラブと、川崎市が組織していた川崎市民講演会が、統合された。2002年、石崎体制2年目。ベンチーニョ、マルキーニョや、途中加入のマーロン。 アレックスなどのブラジル人選手が攻撃を担った。リーグ戦は4位。第82回天皇杯はベスト8。新加入の岡山一世は、試合後にバックスタンドの前で、サポーターからメガホンを借り、ビールケースの上に乗って観客に対するマイクパフォーマンスをたびたび言った。これは、岡山劇場と呼ばれ、クラブチームとファンサポーターの一体化に大きく貢献し、 岡山の対談後もクラブの伝統として、他選手や来賓、ゲストなどに引き継がれた。2003年、石崎大成3年目。ブラジルの SE、パルメーラスから獲得した、FW ジュニーニョが、ガナ・ハ・カズキと共に、前線で活躍、また鹿島から移籍した DF アウグストも攻守に渡たり、チームをまとめ上げた。大宮から、FW バルデスを獲得したが、シーズン途中に対談した。 日本人の新加入選手では、大分から MF、山根岩を、中央大学から MF、中村健吾などが加わった。リーグ最多の88得点、リーグ最小の7敗ながら、リーグ最多対の13引き分けと、最終的には2位とか地点1差の3位に終わり、J1 昇格に失敗した。シーズン終了後に、チームから、石崎の契約満了が発表された。 第83回天皇杯では、ベスト16に進出し、2回戦の国見高校戦の後には、選手やサポーターによる石崎の胴上げが行われた。2004年、関塚隆が監督に就任。鹿島から DF、相馬直樹、新潟から2年連続で、J にリーグ特点王のマルクスを補強した。リーグ戦では開幕直後から首位を独走し、九月十六日、 第36節の水戸戦で、マルクスの2ゴールにより2から1で勝利して、J2 の2位内による J1 昇格が決まり、続く10月2日、第37節の横浜 FC 戦にも勝利して5年ぶり2度目の J2 優勝が確定。シーズン最終成績も勝ち点105、得点104と昇格後に設定したダブルトリプルの目標を達成した。また、 ジュニーニョは37得点を挙げて J2 得点王を獲得した。第84回天皇杯ではベスト16に入った。なお、この年のスローガン、マインドマイナス1は2011年からの東日本大震災復興支援活動で再び利用されている。2005年、関塚体制2年目、地域密着にさらに力を入れるため、 エンブレムから富士津の企業名を外す。現有戦力をベースにし、若干なの補強選手を加えて臨んだが、終盤戦では、チーム新記録となる6連勝を記録。また、川崎市出身の DF、美濃は吉信が、日本代表に選出された。鹿島、千葉、柏東京 V、岩田、名古屋から初勝利を挙げ、シーズン成績は8位となり、 J1 残留を果たした。天皇杯は2年ぶりにベスト8へ進出した。2006年、関塚大成3年目。アウグストが対談、相馬、久野が現役を引退。マルコンを獲得。開幕戦の新潟戦で、ガナ・ハカズキのハットトリックなどにより6から0。第2節の京都戦でもジュニーニョのハットトリックを含む7から2で、勝利。 開幕2試合で13得点の J リーグ新記録を打ち立ててコースタートを切り2006フィファワールドカップ前の中断期間を暫定ながら首位で折り返した。中断期間中にマルクスが東京 V に移籍した一方 MF マギヌンを獲得した。W 杯終了後に日本代表にガナハ、続いて中村健吾がそれぞれ初招集された。リーグは2位。 ジュニーニガナハ、中村、谷口博之の4選手がリーグ戦で2桁得点を挙げ、チーム合計84得点となった。中村と谷口は J ベスト11に選出。前年の天皇杯で優勝し、すでに AFC チャンピオンズリーグ出場権を得ている。浦和がリーグ戦で優勝したため、規定により AFC チャンピオンズリーグ2007への出場権を獲得した。 2007年ナビスコカップ決勝時のコレオグラフィー、関塚大成4年目。シーズン前の練習試合で新加入のフランシス・マールが、左膝人体断裂の重傷を負った。4月21日に埼玉スタジアム2002で行われた第7節では、浦和のホーム連続腐敗の J リーグ記録を25試合で止めた。4月23日、ガナ・ハカズキが試合後に受けた。 疲労回復の静脈注射が J リーグのドーピング規定違反と認定され、自粛期間を含めて公式戦6試合の出場停止、チームにも1000万円の罰金が課された。2008年にスポーツ仲裁裁判所で審理されることになったが、仲裁の結果はガナハにドーピングの事実が認められないとされ、かつ J リーグ側に仲裁費用の負担を求める異例の裁定となった。 名古屋から獲得した GK 川島栄二は全34試合フル出場。プロ2年目のテイ・ハルト氏が12得点し、ジュニーニョは22得点で得点王に輝き、リーグ2位の計66得点を挙げた。5位でシーズンを終了した。AFC チャンピオンズリーグ2007はグループリーグ回組を1位で通過したが、準々決勝でセパ・ハン・ニッピー系戦で敗退した。 また、9月23日の J1 第26節、柏戦で、セパハントの第1戦から、先発選手8人を入れ替えて臨んだ。J リーグ戦無理時の犬飼元明は、ベストメンバーの出場を求めた自分たちへの、配信行為であって、サポーターへの裏切り行為だと怒りを、あらわわにしたが、川崎側は、当該試合の前に J リーグ事務局へあらかじめ、 ベストメンバー規定に定職していない旨を事前確認していた。ナビスコ杯は決勝で GU 大阪に敗れて準優勝。天皇杯はベスト4。AFC アジアカップ2007に中村及び川島が日本代表に選出。中村は決勝まで5試合連続で先発起用された。また代表候補合宿には森祐介と黒津勝も初招集された。 FW、テイ・ハルト氏も北朝鮮代表に初選出され、東アジアサッカー選手権2008予選大会で3試合8得点で、得点王となり、翌年2月の本大会進出に貢献した。2008年、関塚大成5年目、MF、マギヌンが名古屋へ移籍。東京 v へ期限付き移籍していた、吉原真也、復帰らがチームに復帰し、 千葉より、山岸里氏を獲得。また、青山学院大学から MF、田坂祐介、駒沢大学から MF、菊池光翔、早稲田大学から DF、横山智信、下部組織より、トップチームへ昇格の DF、吉田裕樹らが加入。起用法を不満とした復帰が4月2日に退団、東京部へ完全移籍した。していた病の不整脈の悪化もあり、 関塚が検査入院のために脱。同月24日に監督を辞任。ヘッドコーチの高畑勤とが監督に昇格した。一方、5月27日には、ガナハカズキがスポーツ仲裁裁判所に J リーグが課した処分の取り消しを求めた問題で、スポーツ仲裁裁判所は、 ガナハの訴えを認める裁定を下した。6月21日には、ミノはヨシノブを札幌へ期限付きで放出し、7月8日には、サントス FC の MF ビトールジュニオールを期限付き遺跡で獲得。7月29日には、FW、トクラ県を草津に期限付きで放出。8月5日には、サントスの FW、レナジーニョを期限付き遺跡で獲得した。8月に、 川崎フロンターレ講演会の会員数が初の2万人を突破。また、この頃から、とどろき陸上競技場の老朽化及び混雑に対し、競技場の全面改修を求める、請願書の提出の一環として、シーズン終盤に10万筆目標の署名活動を行った。リーグは、準優勝でシーズンを終え、AFC チャンピオンズリーグ2009の出場権を獲得した。 2009年関塚が再び監督に、高畑は再びヘッドコーチに就任した。ガナハとミノワがそれぞれ神戸、札幌に完全移籍し、原田拓が熊本へ、大橋正宏が K リーグ高原へ、レンタル移籍だった、徳良県、西山慶が完全移籍。前年に東京部位のレンタル移籍から復帰した、吉原信也が岩田サイドレンタル移籍した。 FC 東京にレンタル移籍していた佐原秀樹のレンタル期間が1年延長された。主な補強は c 大阪へ期限付き移籍していた藍沢隆の復帰、新戦力として特別指定選手として2004年2005年に所属していた清水の矢島拓郎を完全移籍で獲得、レンタル移籍だったビトールジュニオールを完全移籍で獲得。ナビスコカップは 準優勝。この決勝戦後の表彰式において一部選手が首にかけていただいた準優勝メダルを外すといった行動を取ったことが問題となった。これを受けてクラブ側は謝罪、準優勝賞金5000万円の自主返還、社長ら役員3人の原報森雄介の最低1試合の出場停止などの処分を発表した。J リーグ側は 賞金返還を受け付けず、代わりにホームタウン活動への使用を提案。サッカーボールや図書、少年サッカーチームへのビブスなどの部品のほか、残額はすべて川崎市への寄付とされた。リーグも準優勝でシーズンを終了。関塚が監督を辞任した。12月26日に公益のため多額の資材を寄付した校に対して、日本政府より報上を受けた。 2010年監督にヘッドコーチの高畑勤が就任。U-18 で指導に当たっていたクラブ OB の鬼木徹がトップチームコーチに就任。横浜 FM から小宮山孫晋が完全移籍。スタッドレンルから9年ぶりの J リーグ復帰となる稲本淳一を獲得。佐原秀樹が FC 東京への期限付き移籍から2年ぶりに復帰した。 村上和弘が大宮移籍、吉原慎也が対談。山岸里志や、矢部克人、木野里志、杉浦京平などがそれぞれ期限付き移籍した。2010年の ACL は予選敗退。2010FIFA フフワールドカップ日本代表に、川島栄二、稲本淳一、中村健吾の3人が選出され、川島は日本の全4試合に、 フル出場し、ベスト16進出に貢献した。またイナモトが2試合、中村が1試合出場した。北朝鮮代表には、テイ・ハルト氏が選出された。W 杯終了後の7月、川島が、ベルギー1部のリールス SKA へ、テイが、ドイツ2部の VFL 防風遺跡。エナジーニョが、高畑の采配に不満を訴え、練習ボイコットからブラジルへ、無断帰国し、 8月末に、ポルトガル一部のポルティモ年生期限付き移籍した。川島の穴を、藍沢隆氏が埋めた一方、邸の穴を埋めるには至らず、5位でシーズンを終了。高畑岳は、シーズン終了後に監督を退任した。2011年この年から、ユニフォームサプライヤーが、ブーマに変更。町田元監督の相馬直樹が監督に就任。DF、森介が、 東京 V、谷口博之が、横浜 FM、上草祐希が、レンタル移籍先の山形、木村裕二が北九州へそれぞれ移籍した。横浜 FM から山瀬浩二と、田中祐介、東京 V から柴崎孝茂、U-21 代表の佐根藤由紀ら6人の新人選手が加入した。強化本部長には、福家が退任し、長寿が就任した。 7月23日の新潟戦から9月11日の神戸戦までリーグ8連敗を喫した。9月17日の山形戦に勝利して連敗を止めた。リーグは11位。同年3月11日に発生した東日本大震災に対する復興支援活動として、フロンターレはマインド -1 キャンペーンとしての支援活動を開始し、 津波で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市などへの物資提供などを開始し、翌年以降も継続した。2012年相馬体制2年目。ジュニーニョが鹿島へ完全移籍したほか、藍沢隆が町田に、横山とモが新大阪に、菊池光将が大宮に、釘野里氏が栃木 SC に完全移籍、夏目祐樹が栃木 SC に、 その敦厚が町でに、レンタル遺跡、松本拓也が、レンタル遺跡期間満了につき、湘南に復帰、昨シーズン交付に、レンタル遺跡していた、薮勝人が熊本へ完全遺跡、吉田裕樹が現役を引退し、スクール、普及コーチに就任した。補強は、湘南から西部洋平、新大阪から、小松類、京都から森下春を完全遺跡で、 コリチーバイフシーからレナとジェシー。グレミオからレネサントスをレンタル遺跡で獲得2年間愛媛にレンタル遺跡していた杉浦京平が復帰した。4月11日に相馬を解任した。も月達也が監督代行し、同月23日、筑波大監督の風間八弘が監督に就任した。7月1日に風間監督の長男である風間博樹と 風間博也が入団し、J リーグ史上初めて同時に、父が監督、息子が選手として所属した。リーグは8位。本拠の戸取力が大型改築に入った。2013年、風間大体制2年目。黒津勝が横浜 FC、山瀬浩二が京都、楠上純淳平が C 大阪、小松類が大分に、昨シーズン途中から古巣の東京位に期限付き移籍していた。 柴崎孝重が徳島へ、それぞれ完全移籍。同じくシーズン途中から、栃木 SC へ期限付き移籍していた、田中雄大が鳥取に、杉浦京平が神戸へ、安藤俊介が湘南へ、森下俊が横浜 FC へ期限付き移籍した。補強では、横浜 FM から森谷健太郎、札幌から山本牧、G 大阪から中澤聡太、神戸から大久保吉と、 東京 V から新井翔太を新外国人としてパトリックを獲得。夏目勇気と園田敦氏が期限付き遺跡から復帰した。風間の強い要望でトレーニングコーチとして西本氏が入閣した。ナビスコカップでは2010年以来3シーズンぶりに決勝トーナメント進出を果たした。準決勝の裏戦は2戦、合計3の3アウェイゴール数の差で敗退した。 AFC チャンピオンズリーグ2014出場権を獲得した。天皇杯では、高知大学、東京 V、山形に順調に勝ち進み、ベスト8でトスに延長戦の末敗れた。2014年、風間大成3年目。伊藤博樹が現役を引退、風間博士が大部、矢島拓郎が横浜 FM、夏目勇樹が松本、風間博樹が北九州へ。 その敦厚が、札幌、鳥取へ期限付き移籍していた、田中雄大が水戸へ完全移籍、高木春が千葉へ期限付き移籍、アラン・ピニエイロ、ロブソンが、期限付き移籍期間満了、谷を登るなり杉浦京平が、期限付き移籍先に完全移籍、昨年横浜 FC に期限付き移籍していた、森下春は、岩田に期限付き移籍した。補強は、 大分から森島康人、横浜 FC から竹岡優等完全遺跡で、栃木からパウリーニョ、大宮から金久保淳を期限付き遺跡で獲得、安藤俊介が期限付き遺跡から復帰、昨年途中に特別指定選手として登録された、筑波大学の MF、谷口翔吾、阪南大学の MF、蟹総隆氏が入団した。2014年の ACL ではら3回目の、 決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントでは、前年のファイナリストである FC ソウルと対戦し、トータルスコア4から4だったものの、アウェーゴールの差でベスト16。天皇杯は3回戦で、愛媛 FC に敗れる。ナビスコカップは小林を代表招集で失った、準決勝の G 大阪に2戦、合計4の子で敗れ、準決勝敗退となった。 リーグ戦では15節から26節まではわずか2敗だったが、終盤に、首相の中村が、左足関節国局障害で離脱したのも、影響しし6位。2015年、風間大成4年目。田中雄介が、オーストラリアのウエスタンシドニーへ、稲本純一が札幌へ、杉山力弘が清水へ完全移籍、福森明人が札幌へ、蟹総隆氏が湘南へ。 森島康人が岩田へ、中沢聡太が、新大阪へ期限付き遺跡、パウリーニョ、ジェシ、金久保淳が、期限付き遺跡期間満了につき退団した。また高木俊、森下俊の期限付き遺跡期間が延長した。補強は、仙台から角田誠、大宮から橋本浩治、松本から船山高行新大阪から杉本県勇、徳島から松井健也を完全遺跡で、 アメリカ FC から FC にを期限付き遺跡で獲得。ユースから板倉博士、三好康史事が昇格し、昨年途中に特別指定選手として登録された、筑波大学の車屋慎太郎、同じく、筑波大学の中野義美大が入団した。4月25日の J1 リーグファースト7節バンフォーレ甲府戦にて、ホームとドロ陸上競技場での J1 リーグ戦。 通算100勝目を達成。2000年から社長を務めていた武田信平が会長に就任。公認の社長には藁品義弘が就任した。6月には VFL 防風に所属していた田坂雄介が3年ぶりに復帰した。旧説の FC 東京戦では大久保義人が J1 の通算得点で横浜 FC の三浦和義と並んだ。 終盤に3連勝を飾りファーストステージは5位で終えた。7月にはホームとドロキに香川真嗣要するブンデスリーガのドルトムントを迎えての親善試合を行ったが試合は香川の得点を含む6から0で敗戦した。ナビスコカップでは予選リーグ敗退となった。セカンドステージ開幕戦直後にレナトが中国甲州浮力へ移籍した。リーグ戦は セカンドステージ7位、年間順位は6位で終えた。また大久保がシーズン23得点を上げ史上初となる3年連続 J1 単独得点王に輝いた。天皇杯では2回戦で中国リーグ所属の松江市 TFC に3回戦で J2 の京都に勝利、4回戦では前年チャンピオンの G 大阪に敗戦。また、 とどろき陸上競技場のメインスタンド改修工事も完成し3月の J1 開幕から強用されたこれに合わせてチームは新スタンドのグラフィックや断面図をデザインした特別ユニフォームを試合で着用した2016年風間体制5年目西部洋平が清水船山隆行山本脇が千葉杉本健勇が C 大阪 山越京太郎が、栃木、佐根東幸が、福岡、松井健也が大宮へ完全遺跡、湘南に期限付き遺跡していた、蟹草隆、市、千葉に期限付き遺跡していた、安、平春が金沢へ期限付き遺跡、角田誠、中沢聡太、森島康人、森下春はそれぞれ期限付き遺跡先へ完全遺跡、福森秋とは、札幌への期限付き遺跡期間が延長。 アルトゥール・マイアが、期限付き移籍期間満了により退団した。補強は、北九州から大塚昌平、千葉から森本高行柏から加野健太、京都から原川地から、札幌から昨シーズン FC 東京に、期限付き移籍していた奈良龍寿、水原サムスン・ブルーウィングスから手成り立つ、アバイ FC から、エドアルドネットを完全移籍で獲得、高木俊が、期限付き移籍先から、 復帰、順天堂大学から長谷川達也が入団した。大島良太がクラブで初めて日本人選手が10番をつけることになった。シーズン中に柏からエドワルドを期限付き遺跡で獲得した。ファーストステージは2位。セカンドステージは小林が開幕説の仙台戦から湘南戦までジュニーニョのクラブ記録を更新する6試合連続ゴールを挙げた。同試合で クラブ史上新記録となる15戦無敗も記録したのに、加え、17クラブすべてに勝利した。年間2位で、クラブ史上初の J リーグチャンピオンシップ出場。チャンピオンシップ準決勝で、鹿島に0の1で敗れ、総合順位としては、年間3位。天皇杯は準決勝では、大宮を下して、翌2017年シーズンの ACL、本戦出場権獲得した。 2017年1月1日に行われた天皇杯決勝では準優勝。10月14日に風間の契約満了に伴う退任。11月7日にコーチを務めていた鬼木徹の来期新監督就任が発表された。2017年鬼木徹が監督に就任。大久保義人が FC 東京、高木俊がだいぶ金沢へ期限付き移籍していた。 アン、一春が熊本に遺跡。原川力が、鳥栖・中野義美大が仙台に期限付き遺跡。福森明人が、期限付き遺跡先の札幌へ完全遺跡した。補強は、大宮から課長明弘、G 大阪から安倍広之、新潟から舞交流ジェームズを完全遺跡で獲得。エドワルドネット、エドワルドが完全遺跡に移行。ユースから田中緑。 キリコ学園高校から旅なす、ジェファーソン、愛知学院大学から知念慶が入団した。2017年の J1 は、最終節大宮戦では5-0の勝利し、リーグ優勝。1999年の J2 発足初年度に、所属していたクラブとして、史上初の J1 リーグ優勝クラブ創設21年目に、して、初めての主要タイトル獲得を達成した。リーグ優勝が、 特失点差で決まったのは J リーグ史上初。年間4敗は2005年に J リーグが1、シーズン制になってからはリーグ史上最小タイで4敗でのリーグ優勝は史上最小。特失点差プラス39でのリーグ優勝は史上最多タイ。最終節まで一度も首位に立たずに逆転優勝したのは10年ぶりに例目。個人では、鬼木が 優勝監督賞を受賞したほか23得点を記録し、小林が最優秀選手賞と得点王を受賞した。また小林に加え、エウシーニョ、ク中村がベストイレブンに、さらにこの4人に加え、谷口、安倍、大島の7選手が優秀選手賞にそれぞれ選出された。3シーズンぶりの出場となった ACL は、スイバラサムスンブルーウィングス、 甲州久較次第投から、香港の東方は下またいと、同組。グループステージを主位で通過した。決勝トーナメント準々決勝では、浦和との J リーグクラブ同士の対決も2戦合計で、4から5で敗戦。ルバンカップでは、ACL 出場に伴って、決勝トーナメントからの出場となった。初戦の FC 東京には2戦、合計7から1と対勝して3年ぶりに、 準決勝に進出する。準決勝は、ベガルタ仙台と対戦。第1戦では前半は0から3と大量リードを許したが、後半アディショナルタイムに、知念がプロ初ゴールを奪うなど2から3とした。勝利が最低条件となると驚きでの第2戦では、三好が今シーズン初ゴールを決めたが、後半に奈良が退場し一時は2戦。 合計4から4となる苦しい展開となるも、途中出場の長谷川の追加点で試合を決定づけ、2000、合計5から4とし、前進の山崎ナビスコカップを含めて8年ぶり4度目の決勝進出を果たした。決勝戦は、セレッソ大阪に敗れ、準優勝。2018年、鬼木大成2年目。カ野健太大塚昌平が、契約満了、井川祐介が、 香港の東方は下またい、森本孝之が、福岡、JFL、今治へ期限付き移籍していた、カニ・ソウタカ氏が鳥取へ完全移籍、板倉博氏が仙台、三好康氏が札幌に期限付き移籍、中野吉美大、原川が、期限付き移籍先の鳥栖へ完全移籍、ハイネルが、期限付き移籍期間満了で退団した。補強は FC 東京から2シーズンぶりに加入する。 大久保、横浜 FM から斎藤を学ぶ鹿島から赤崎周平、山形から鈴木優斗、湘南から下田北斗を完全遺跡で獲得。ポープウィリアムが完全遺跡に移行し、阪南大学から脇坂大と流通経済大学から森田秀政が入団した。初出場した富士ジロックススーパーカップでは、新大阪と対戦。小林、 大久保が得点するも2から3で敗れ準優勝。リーグ戦では、昨年の第20節の FC 東京戦から第4節の名古屋戦まで、クラブ新記録となる19試合連続無敗を記録。2年連続で出場した、AFC チャンピオンズリーグ2018では、ヒュンダイ A リーグ2位だった、メルボルンビクトリー、中国スーパーリーグ2位の上海上港集団。 韓国 FA カップ優勝のウルサン現代と同組であったがグループステージ敗退。エドワルドネットが名古屋に大久保が岩谷移籍した。ACL に出場していた関係で2年連続で決勝トーナメントからの出場で YBC ルバンカップでは鹿島と対戦。鹿島スタジアムでの準々決勝ファーストレグでは開始19分で先制を許すも その12分後に、知念 K が PK を決めて1から1のドロー。しかしホームの戸り木が、第87回日本、学生陸上競技対抗選手権大会で使われる、試し用できず、味の素スタジアムで開催されたセカンドレグでは、前半に2ゴールを奪われ、後半、安倍のゴールで1点を返すも準々決勝敗退。天皇杯は準々決勝で山形に2から3敗戦。 リーグ戦は11月3日の第31節柏戦で3年連続 ACL 出場権獲得を確定させ、連覇に大手をかけると11月10日に行われた第32節の新大阪戦で敗れたものの、広島も仙台に0の1で敗れたため、史上3例目となる最終節を待たずしてのリーグ優勝を達成した。これにより J リーグ史上5チーム目、 オリジナル10以外では史上初となる連覇を果たした。歴代のリーグ優勝チームの中で2005年に J リーグが1シーズン制になってからは2015年からの2年間を除いて2位2 2の勝ち点差をつけて優勝したのは史上最大である。得点数と失点数と両項目でリーグトップを記録したのも優勝を決めた日にちが11月10日と この後に11月16日と20日に日本代表の試合が行われたため最後の中断期間を挟まずにリーグ優勝を決めたのはいずれも J リーグ史上初である2019年、鬼鬼鬼体制3年目竹岡優と田坂雄介、森谷健太郎、エオシーニョが契約満了、エドアルドが松本仙台に期限付き移籍していた イタクラヒロシがマンチェスターシティへ完全移籍、札幌に期限付き移籍していたミヨシが、横浜 FM に期限付き移籍、ポープウィリアムがダイブに期限付き移籍、赤崎周平が名古屋に期限付き移籍、タビナス・ジェファーソンが岐阜に期限付き移籍した。補強は、藤島英介を山口から、ジェジエを、パラナ・クルーベからそれぞれ期限付き移籍、マギーニョ、ビラノバ FC から、 元ブラジル代表で、ロンドン五輪の得点王のレアンドロ・ダミアンを、SC ・インテル・ナシオ・ナルから、マワタリ・カズキを広島から、山村・和也を、C ・大阪から、それぞれ完全遺跡で獲得。昌平高校から、原田・二ジ・輝きが入団。2年連続出場となった、富士・ジロックス・スーパーカップでは、天皇杯王者の浦和と対戦。レアンドロ・ダミアンが決勝点を挙げ、 初優勝を飾った。ACL では、シドニー FC、上海上皇、ウルサン現代と同組。グループリーグ3位で、決勝 OT 進出を逃した。7月19日、チェルシー FC と、明治安田生命 J リーグワールドチャレンジ2019にて対戦。ダミアンのゴールで1から0で勝利した。天皇杯では、4回戦で敗退した。 ワイビシルワンカップでは決勝戦で札幌と対戦。前半10分に先制されるがアディショナルタイムに脇坂のコーナーキックから安倍が押し込んで J リーグカップ決勝で初めての得点を挙げて前半を折り返す。後半43分に途中出場の小林が逆転弾を決めたが後半アディショナルタイムに2から2とされ延長戦に突入。 延長前半4分に、谷口が、チャナティップの突破を止めたシーンで一度は、イエローカードを提示されたが、その後の VAR の末に決定基礎子として、レッドカードが提示された。その直後の FK で、福森に直接決められ2から3と勝ち越される。延長後半4分に、中村のコーナーキックから、三村のシュート性の折り返しを小林が合わせ再び、追いつき PK 戦に突入する。 PK 戦では4番手の車屋が失敗するも荒いが、絶対絶命の状況下で、札幌の5番手、石川直樹の PK を防ぐと、サドンデス戦で6番手の新藤良介のシュートも防げ5度目の決勝にして、J リーグカップ初優勝6戦全勝。11月25日、G 大阪戦で5の0で勝利し2年ぶり3回目のリーグ優勝を成し遂げた。四試合を残しての優勝は、 J1 史上最速85ゴールはシーズン最多得点記録。シーズン3敗は J リーグが始まってからシーズン26勝は J リーグが2回戦争当たり制となった1996年以降でいずれも大記録。特殊点差プラス57で優勝したのは1993年以降2位に18の勝ち点差をつけて優勝したのは J リーグに 勝ち点制が導入された1995年以降、いずれもリーグ新記録。また、鬼木は、国内3大タイトルを4年連続で獲得した、史上初の日本人監督となった。個人では、鬼木が2年ぶりに優勝監督賞、課長、三間森田、田中、谷口、ジェジエウ、山根、昇里、チョンソン・リョンが、ベストイレブンに、さらにこの9人に加え、 レアンドロ・ダミアン、小林、脇坂、大島の4選手が優秀選手賞にそれぞれ選出された。なおベスト11に9人選出されたのは1クラブ、あたりの選出数としては史上最多である。ワイウィシュル・バンカップはベスト4。100回目の天皇杯はコロナウイルスの影響による日程変更のため、準決勝から参加となり、J3 を制した秋田と対戦。 前半39分に、三戸間が、後半36分に、田中が、自身初の直接フリーキックを決め2から0で勝利。決勝は、g 大阪と対戦して、後半10分に、レアンドロ・ダミアンのスルーパスに反応して抜け出した、三戸間が得点。1から0で制して天皇杯初優勝。J リーグと天皇杯の2冠を達成した。なおこれによって、 オリジナル10以外のチームでは、史上3チーム目、J2 からスタートしたチームとしては、史上初の国内3大タイトル獲得チームとなった。また、このシーズンを最後に、J2 時代の2003年からチームを経営してきた、中村健吾が現役を引退した。2021年チームスローガン、ニューフロント、鬼期体制5年目。昨季九州のクラブに、レンタル移籍していた、の、 一年が復帰。大分から小塚和樹、松本から塚川幸樹、名古屋からジョアン・シミッチを完全遺跡で獲得した。二年ぶりの出場となった富士寺ロックススーパーカップでは J リーグと天皇杯でいずれも準優勝の G 大阪と対戦。三笘が前年の天皇杯準決勝の秋田戦から続く。 公式戦3試合連続ゴールを挙げ、スーパーカップ史上6人目の1試合にゴールを挙げた。後半追いつかれるものの途中出場だった小林のスーパーカップ3年ぶりとなるゴールで勝ち越し2回目の優勝を飾った。J リーグは開幕戦で横浜 FM に2-0で勝利。これにより2012年以来9年振りとなる、とどろきでの開幕戦勝利。お木は、 J1 の監督通算85勝目を挙げ、前任の風間を抜いて、クラブ史上最も勝利を積み重ねた監督となった。また J1 で開幕から3連勝を果たしたのは、クラブ史上初である。4月29日の第22節5月4日の第12節は2位、名古屋との異例の2連戦であったが、トヨタスタジアムで4から0。 とどろきで3の2と連勝した5月16日の第20節で、札幌22の0で勝利したことで、連続無敗記録が22試合となり2012年の24節、浦和戦から2013年の10節広島戦にかけて、大宮が持っていた21試合無敗の J1 リーグ記録を更新した。また5月26日の湘南戦に1の1で、引き分けて、 開幕からの無敗記録を19に伸ばし、2ステージ制に当たる2015年の浦和が持っていた記録に並び、5月30日に、鬼木が選手、監督としても共に戦った、相馬直樹が率いてから試合前は6勝1分け1敗、得点17、失点6と復調してきた、鹿島戦を2の1で下し、西野明が持っていた180試合を大幅に、 更新して156試合目という J リーグ史上最速で、おにきはクラブ史上初の監督通算100勝目を達成。同時に2015年の浦和が持っていた開幕からの無敗記録を抜き20試合無敗の J1 新記録を打ち立てた。天皇杯では2回戦で J3 のエシー長野パルセイロと対戦した。先制ゴールを挙げられるも後半 AT に、 切ったタケとのプロ初ゴールで延長。PK 戦へ。PK 戦は、チョン・ソン・リョンのセーブが光り、4から3で勝利。3回戦へとコマを進めて ACL 集中開催のためウズベキスタンに渡った。2年ぶりの ACL では、大島が怪我からの復帰を果たすも、田中が海外移籍を前提とした東欧により、チームを離脱。田中は ACL に参加せず、 現地時間25日に、デュッセルドルフへの移籍が決定した。だが田中が離脱した中でも、日本のクラブチームでは2008年の鹿島に次いで、日本サッカー史上2位となる、グループステージ6戦、合計27得点と攻撃力が爆発し、2010年の鹿島以来日本サッカー史上2チーム目の全勝で突破。第3戦のフィリピンのユナイテッドシティ戦では切ったが、 クラブ史上初の ACL ハットトリックを達成したのに続き、国内外の公式戦では、クラブ史上最多となる1試合8得点をマークした。クラブのスタイルは創立以来一貫してストレートな攻撃的フットボールであり、困難と常識に立ち向かい、最前線で挑戦し続ける開拓精神を基軸としており、クラブ名のフロンターレもフロンティアスピリッツが由来である。 クラブマスコットはフロン、フトシとカブレラであり、フロン、フトシは先進技術やスピードをモチーフとしている。大宮は1999年に川崎と同時に J リーグに参入し、2004年に川崎と同時に J1 昇格が確定した縁故があり、ライバル関係とされている。クラブ同士のスタイルも正反対であり、川崎が 開拓精神的な攻撃的サッカーを主軸としていることに対し、大宮は堅守やバランスを提唱している。2016年後半では、川崎と大宮間での選手同士、サポーター同士のトラブルが発生。また、大宮の中心選手であった課長秋広が川崎へ移籍することになった。2017年最終節では、大宮に後のゼロで対象した。この試合で、 川崎のリーグ初優勝が確定し、大宮の J1 再開による J2 降格が確定した。大宮監督の石井正忠にとっては、前年度では、鹿島を優勝させてレアルマドリードとの試合で、世界2位という結果になったのにもかかわらず、2017年度では、優勝チームとの試合での大敗による、再開、J2 降格という正反対の結果となった。2021年には、 大宮が J2 最下位になったことに対し、川崎は J1 主位で大宮の J1 通算21戦連続無敗記録を更新した。富士通サッカー部は1996年にプロカーを推進するにあたり、J リーグの理念に沿った地域社会との共生を目指すことをテーマに掲げた。地元川崎市の各業制区でのサッカースクールの実施といったサッカーに関わることだけでなく、 地域の市民、区民祭りへの参加、市内各商店街等の行事への選手らの派遣、また、地元商店街加盟店舗などの協賛による、マン・オブ・ザ・マッチの表彰制度、あんたが対象、週末のホームゲームでのサイン会等を積極的に行うように努めた。特に、クリスマスシーズンに行われる入院時への訪問活動、 青いサンタクロースは毎年恒例の奉仕活動として定着している。ホームタウンである川崎市も2004年9月に川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーを制定。フロンターレはこの創設メンバーとして認定を受けた。また川崎市は他の地元企業、団体、またサポーター持ち株会とともに運営会社の株式の一部を取得した。現在は 富士電機、富士通グループ各社のほか、川崎市に本社や事業所を持つ企業、公益法人など36の団体が出資している。2016年からは男子バスケットボールのジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグで轟き、アリーナをホームとする川崎ブレイブサンダースとのコラボレーション企画を発表し、ホームゲーム同日開催時の チケット割引サービスなどを実施している。2006年はクラブ創立10周年にあたり、川崎市商店街連合会を通じ、市内の全商店街の街頭にチームの応援タペストリーを配布。2014年には同連合会に加盟する市内全域の11地区の商店街連合会、すべてと市連合会の青年部があんたが対象として、 フロンターレの主催試合で最も印象に残る、活躍をした同チームの選手に、各地区の名産品などの商品を送り、持ち株会の理事長には、川崎市商店街連合会の相談役である、和田義森が就任している。また広報担当者のインタビュー記事には、講演会員の75%が、とどろき陸上競技場と、富士通本店、川崎工場のある、中原区、 クラブ事務所のある高津区、そして市が整備し、フロンターレが指定管理者となって2006年4月に開業したフロンタウン、詐欺沼のある宮前区の3区在住者で占められる。川崎競馬場で2006年11月2日に JBC マイル競争の前座として祝10周年フロンターレ特別が行われた。トップチームの麻生練習場がある麻生区では2009年に 麻生ア,アシストクラブが発足した。新百合芸術の街づくりフォーラム内に事務所が置かれ、商店街や各種団体などが構成する、同クラブを、川崎市役所やフロンターレが講演する形をとって、同区内での広報、支援活動を展開することになった。同クラブでは、小田急電鉄の協力も受け、麻生練習場の最寄り駅である小田急多摩線。 栗平駅のホーム脇立教に告知看板を出すなどの活動をしている。スポーツ交流パートナー事業以外の異競技交流では、大相撲、中川部屋が川崎市にあるという縁で、フロンターレのファン感謝デーに中川部屋の力士をゲスト出演として招き、フロンターレの主催試合では、中川部屋の所属力士が、同部屋のチャンクを販売する屋台が、競技場外の広場に毎回出展されていた。 また、毎年一度は、ー部屋の力士が、とどろき陸上競技場を訪れ、相撲にちなんだイベントを行う、ビッツァワールドを実施していた。2014年は、開催が途切れたが、2015年4月29日の J1 ファーストステージ第8節、柏レイソル戦では2年ぶりに開催され、ー部屋力士による、アトラクション、特製ちゃんこなどの飲食販売、 とどろき陸上競技場でのマス席の設置、選手入場前の呼び出しによる、両チーム名の読み上げなどが行われた。なお、この時の開催は、日本相撲協会も講演し、本場所のチケット販売、特製焼き鳥の販売、マスコット、ヒよの山の来場、始球式では、振り分け親方の参加した。二0十六年十月に、春日山部屋が閉鎖されたため二0十七年は、 開催が見送られたが、中川部屋としての再興により2018年には再開された。2019年は中川平野勢に加え、川崎市出身久美さんの幕内力士となった友風、優太が参加し、始球式を行った。2020年は新型コロナウイルスの影響により開催されていない。2009年からは毎年1回、両国国技館での本場所で、 フロンターレが告知して、サポーターが集まる中川部屋応援ツアーが実施された。2011年も9月場所9日目の9月19日に実施された。春日王は2011年4月に引退したが、同年のイッツ・ア・スモー・ワールド開催日となった5月3日のジュビロ・岩田戦では、春日王が試合前にグラウンドに登場して、引退報告と今までの支援への感謝を述べ、 5月28日に行われたカス王の断髪式には武田社長が参加した。元プロボクサーの新田渡るよが川崎市多摩区に開いている川崎神殿ボクシングジムとも協力関係にあり、2011年8月16日に、とどろきアリーナで行われた同事務主催の興行ではフロン、ふと氏が登場し、日本マスコット級タイトル決定戦として、 一平君と対戦して勝利した後、メインイベントだった黒田正幸の日本ライトフライ級タイトルマッチでのラウンドボーイを務めた。2009年からは地元密着のための事業の一つとして、小学6年生用のオリジナル算数ドリルを作成し市内の小学校に配布している。これはプレミアリーグのアーセナルがロンドン市と共同で毎年制作している。 外国語学習教材にヒントを得たもので、初年度は市内の一校のみに配布されたが、2010年は前年のナビスコ杯準優勝の賞金を原資に、市内の全小学校及び特別支援学校に配布先を拡大。2011年からは川崎市からも補助金が出るようになった。このドリルを題材とした小学生と選手の交流事業。 算数ドリルゲストティーチャーも行われているほか、2011年には、東日本大震災で被害を受けた岩手県陸前高田市の小学校にも、同ドリルが寄付された2016年3月現在、J リーグが実施しているスタジアム感染者調査において、2010年シーズンから5年連続で地域貢献度1位の評価を得ている。毎試合、審判、両チーム選手入場前に、 サポーターが川崎市民の歌、好きですかは先愛の街を歌うことが慣例となっている。1997年のクラブ発足当初から存在していたファンクラブと1999年に川崎市が設立した市民講演会が合流し2001年から現在の川崎フロンターレ講演会の形となった。愛称はブルーフレンズ。 公演会長は事実上川崎市長の宛職で、初代は高橋清その後は長く安倍高尾が務めた後、2013年11月からは福田の彦が就任している。毎年7月1日の市政記念日付近で行われる市政記念試合では、公演会長を兼任する市長が試合前に挨拶をするのが恒例となっている。公演会員には、個人、 ファミリージュニアの3種別。2014年は27,051人で、初めて2万5,000人を超えた。2018年は4万人を超えた。地域別では、川崎市在住者が18,062人で、全体の67%を占める。川崎市外の会員数では、横浜市が2,175人で最も多く、ついで、中原区に隣接する東京都大田区。 世田谷区などとなっている。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、金額の単位、100万円人件費は、事業費に含まれる。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、金額の単位、100万円出展。 各年度の J クラブ決算一覧。2016金額の単位、100万円出展。各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、金額の単位、100万円。ありがとうございます。